こんばんは、ヒェンです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。はい、自己紹介お願いします。はい、はじめまして。私はウェンディ・チュウモナス。今年11歳です。ベトナムから来ました3年に日本に行って、現在、長崎県で業主を立っています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今までどんな仕事をしましたか？今まで、私の仕事は、そのお花とメロンを栽培します。花とメロン栽培していますね。はい。朝何時から何時まで働いてましたか？朝は8時から5時まで働きます。7時から5時までですね。はい。はい。今、一人で一部屋住んでいますか？あ、じゃあ、2人一緒に住んで。二人一緒に住んでいますね。なんか電波が悪いですけど、大丈夫ですか？聞こえますか？あ、はい、結構ある。はい。仕事は朝早く出るんですけど、大丈夫ですか？朝早く起きます。5時ぐらい。あ、はい、大丈夫です。大丈夫ですね。はい。趣味は何ですか？はい。あ、私の趣味は映画を見ることです。休みの日何をしますか？あ、休みには日本語を勉強したり、部屋をします。日本語を勉強したり、部屋を掃除したりしますね。はい。3年間終わったら、これからベトナム帰りたいですか？りたいと、私、特技のリスト。特定技能になっていつ帰りたいですか？多分5年から。例えば、1年仕事して、2年目になったら会社と相談して、帰れますよって言ったら帰りますか？あ、いえ、5年終わから帰ります。今帰りたくないですか？あ、はい、今まで言ったく。兄弟な、家族何人いますか？あ、私の数は5人です。誰と誰ですか？私のお父さん、お母さん、姉、弟。弟？はい、弟。弟ですね。はい。なんでベトナム帰りたくないですか？なんか理由ありますか？多分、私は、お金を稼ぎたいです。お金稼ぎてから帰りますね。今まだ貯金あまりできないから、まだ帰りたくないですね。はい。はい、わかりました。はい。1週間、日本語何回勉強しますか？毎日。毎日。はい。毎日何時間勉強しますか？毎日は1時間過ぎ。ありました。3年間病気になったことありますか？あ、いません。例えば背中が痛いとかお腹痛い、アレルギーとかありますか？おか、ちょっと期待があるお腹が痛いですね。胃の病気ですか？あ、生理の時だけ、
生理の時、あのお腹痛いですね。わかりました。はい。じゃあ生理の時、やあの仕事を休みますか？あ、私ない。まだ仕事。わかりました。ありがとうございます。今日これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。